真夜中の雪だるま。今日はクリスマスイブです。朝から降っていた雪がたくさん積もりました。あっちゃんは外に出て雪だるまを作り始めました。日が暮れて一番星が輝く頃、やっと雪だるまが出来上がりました。最後に赤い帽子をかぶせたらとてもよく似合いました。その晩真夜中にあっちゃんは誰かが呼ぶ声で目を覚ましました。あ、雪だるまさん、どうしたの？飛んでいたサンタさんのソリが欅の丘の木のところで止まってしまったんだ。きっと動けないんだよ。助けに行かなきゃ。うん、行こう。よその雪だるまさんにも頼んでみよう。サンタさんを助けるのを手伝ってくれる？うん、いいよ。もちろんさ。原っぱの皆さんもお願いします。いいよ、引き受けた。僕たちを作ってくれた子供たちのところにサンタさんが行けなかったから一大事。あっちゃんと雪だるまたちは欅の丘に向かいました。サンタさんのソリが枝に引っかかっています。どうしよう、届かないね。そうだ、みんなで山になろう。そうしたらあっちゃんが登って外せるね。サンタさん待っててください。あっちゃんは雪だるまの山を登っていきました。引っかかっていた枝を外すとごとんどソリが動きました。今だ、サンタさん。ソリはぐーんと飛び立つと木を一回りして降りてきました。サンタさんは、助かったよ。これで子供たちにプレゼントが配れるよ。ありがとう。と言って小さなお月様のようなアイスクリームをみんなにくれました。それからサンタさんは、良いクリスマスを。と言って夜空に飛び立っていきました。あっちゃんと雪だるまたちは寝静まった町を帰っていきました。みんなありがとう。おやすみなさい。おやすみなさい。夜が明けてあっちゃんが目を覚ますと枕元にサンタさんからのプレゼントがありました。あっちゃんはプレゼントの帽子をかぶって原っぱに走っていきました。雪だるまは朝日に照らされてピカピカと光っていました。あっちゃんは、私も赤い帽子もらったんだ、お揃いだね、とあっちゃんの雪だるまに言いました。溶けかかった雪だるまはちょっと笑ったようでした。